21日のロンドン外国為替市場はアメリカの利上げのペースが早まるとの見方を背景に一段と円安が進み、円相場は一時1ドルイコール151円台をつけて、およそ32年ぶりの円安水準を更新しました。アメリカの長期金利がおよそ14年ぶりに 4.2% 台まで上昇したことで、投資家の間で日米の金利差が改めて意識され、ドル買い円売りが進んでいます。